どうも、ガディガチャンネル、タイガーです。早速ね、続きからやっていきたいと思いますが、今日は和田に来てもらいました。はい、こんばんは。こんにちは、おはようございます。どうも、和田です。来たね。来ましたね。久しぶりに2人で気になっちゃった。はい。やっていきたいと思いますけど、まあ、ゲーム実況っていうか、俺は旅行で、うんうん、タイガーに実況をこう、もうね、チャチャやりたいなと思いますけど、サクサクやっていくんで、はい、そう、和田のチャチャはね、すげえありがたい。見て、もう、バンバン決めてくれる。すごいね、サクサクだね。でしょ、うん、あらあらららら、らサクサクだね。これね、和田やったことないんでしょ。ないないない。でも難しいってイメージある。難しいよ。あの、初期のバイオハザードみたいな動きはそうだね。そんな感じするね。なんか、やばい、防具変わった。防具ですね、前回そう、ちょ、全然見えないんだけど。めちゃめちゃ囲まれてるよ。これなのよ。あ、カメラワーク、ね、カメラワークなのよ。あー、なるほどね。パート1で話します。あの、ちょっと待って。やば。ちょ、今いけたな。離れてんじゃん。ちょっと困ったな。ちなみにこの、これね、新武器出しますわ。お願いします。使っちゃいます、これ。白風。ほらー、うつえ。ちょっとこれはちょっと非常に、このザコって強いの。このザコは、うん、ザコです。ザコ、ザコなんだね。これもう、お、孵化すんの。いや、何体が出てくるの、これ一戦だよね。これ一戦、今一戦、全部一戦。今日え、一戦使うと絶対一発で死ぬ。ワンは全部一発で死ぬ、ザコはね。ボスには効かないんだ。ボスには一戦できない。あ、そっかそっか。すごいな、めっちゃサクサクじゃん。でしょ、うん、すごい出てくる。超サクサクだよ。ビスケットぐらいサクサクしてる。こっち見んなやめて。確かに無限に湧くのこれ。ちょっと綺麗だよ、すごいな。え、この経験値も回ってんのこれ。魂入れてます。で、一戦で倒すと、うん、もらえる魂も増えてる。ああ、そういうことなんだ。なるほどね。行きましょう。武器、何だ、行こう。武器かっこいいね。武器かっこいいね。ちょっと適応すぎたな。さっきしゃぶしゃぶ食ったからお腹いっぱいなんで、ね、ちょっとお腹いっぱい。あ、来た。こいつやだ。ちょっと俺も見てたけど、あの、まあ、あの第1回第2回ね、こいつ強いね。こいつ3体も来たじゃん。ダメだ。あ、出た、投げやりタイガー。投げやり、投げやりタイガー。もうさ、こう相手してたらさ、時間かかってしゃあないのよ。投げやりタイガーが。ちょ、多くない？多い。え、絶対こいつ強いよね。そうでもないんだ。あの、こいつのもう一段階上もいるの。いるんだ。そう。そもそも鬼武者の世界観ってどういう感じだって。鬼武者ってあの、ま、織田信長とかがいた時代だから戦国なんだ。戦国だよね。決まってゆく。一体とかなら余裕だね。囲まれたらきつい。まだまだそこはやっぱりあれなんだ。囲まれちゃったらやっぱ難しい ね、やっぱ難しい。タイガの、タイガにしてもね、どうしてもお、このシーンは何か。あ、青いのが、うん、雷の剣、うん、赤いのが、うん、赤い剣、炎の剣。この武器ってさ、ストーリーを進めていけば勝手に。そう、で、このもうこの3つでワンは全部だから。へぇ、行きましょう。行きましょう、行きましょう。結局どの武器が一番強いのこれ。ん、武器、まあこの今持ってる風って言われてるかな。へぇ、確かに強かったもんな。そう、めっちゃ風起こしたもんね。せやね、マジ風じゃんね。マジ風。マジ草みたいに言わないで。ちょっと許可させてください。あ、これで、あれなんだ。セーブできるんだ。そう。なるほどね。なんか、レベルアップした。いいね。コテが、コテがレベルアップした。防具ってこと？あの、魂を吸収してるやつ。へぇ、あれもレベルアップするんだ。あれも、魂を吸収した数に応じて、うん、あの、レベルアップしてる。なるほどね。はいはいはい。まあ1時間2分なんだ。
大体3時間でクリアすれば早い。あーすごいな。ちょっとね、ここ俺ね、こういうあのね、ちょっとスルーさせて。え、なんで戦わないの。ちょ、めんどくさいな。あーこいつもいるんだけど一戦難しい。一戦むずい。じゃあまず箱にもめっちゃうまい。もういっぱいいるのよ。分裂すんのよ、下手に倒すと。あー、ほんとだ、ほんとだ。あららら、ちょやばいよ、死んじゃうじゃん。ごめんごめんやで。このはいはい、この金が必要だったんですよ。でも、罠が、やばい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 。あ、間違えちゃった。これだ。食らってない、食らってないか、その構えとは。一撃なんだこれ。HP 減ってた。うん、あのタコ人間戻ってきました。一撃だったね。一撃で死んだね。ちょっと気をつけて。うん、行きましょう。このモーションでこう、こう動けるから。行くよ。うん、ほっ、よしよ。はい、早いね。お、いいね。よしよしよし、タイガさん、いいね、警戒だよ。いいね、いいよ、言う警戒よ、警戒。だいぶ危なかった。ふっかるね、ふっかる。ふっかるだね。ふっかる、ふっかる。だいぶふっかる、うん、だいぶふっかるよ。瞬発力高いよ。ここは、これね、なんだっけ、ここは、ちょっとした、また怪しいな、この場所。おっかねえな。これ切れます。そうするとアイテムが出てくる。おお、マガ玉、首飾りかな。首飾りね。おお、ちょっとさ、特殊すぎるもん、世界観がね。まあ、あ、まあ、玄魔っていう、あ、玄魔ね。敵は玄魔。あちょ、タコ足、ごめん、スルーさせてくれ。あ、いる、いるいる。ごめん、スルーさせてくれ。あ、ここじゃない。いいのか、危ない危ない、いいのか、危ねえ。またあかりこれ、あいつ手を逃がしてくるんですよね。タコにも多くねえか。そうなんですよ、めっちゃいるな。しかもめっちゃ起き上がるし。いいね。テーマはセーブしないの？いいの？セーブしよう。テーマはサクサクプレイだ。ああ、そうなんだ。サクサクだもんね。ちょっとね、時間かかっちゃうから。すげえサクサクだもんね。マジで。天ぷらぐらいサクサクだもんね。天ぷらぐらい。めっちゃサクサクだわ。ちょっと噛みないの？今すげえ考えてたサクサクを。で、これさっき取った、うん、浄化の金使うと、うん、あの、なんかこうね、顔が出てるんですよ。本当だ、見てるね。こう、霊が消えるみたいな。呪われてるんだよ、ちょっとね。よくこんな世界に一人で行けるね、この人は。サマノスケ、サマノスケ。かっこつやん、こいつ。こういうタイプ。あ、くそ、しました。あ、くそ。なんかをしたいんだね。なんかをしたいんだね。くそ。よし、一戦ですね。一発蹴ってから決めるっていうやつ。そういう技なんだ。そういう技です。なるほどね。ごめん、また来たね、タコがね。間違った。こういう雑魚敵も全部織田信長のあれなの？こういう、ね、まだ信長じゃない。あ、そうなんだ。家臣じゃないんだ。うん、合ってるやん。失礼しました。はい、逃げるな、逃げるな。はい、逃げるな。タイガ、戦うか。戦おう。いやね、これ2体いるわ。ほら、よっしゃ、よっしゃ、いい。あ、もう1体いない、もう1体いない。僕も3体。まあ、もう分裂しちゃった、もう。出た、投げ合い。ほら、こう、こいつらさ、本当だ。タフだね。じゃあ早い。タフ。じゃあこいつは弱いんだけど、分裂するのよ。あ、なるほどね。あ、生き返ったわけじゃないんだ。分裂してるんだ。
大丈夫体力まだ大丈夫本当やばいよ投げやりだダメだ倒しちゃえばいいからね結局はきっちお風ね風ですいいねサクサク進んでるよあまた来たよまた来たよ間違った頑張れ蹴って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 はいいいねはいいいよいいよ順調順調こいつは何なんだっけえあっなんかあるよさっきの、うん、あ、本本とほらえまあまあ、いらないんだよさっきの、数珠を取ったから今こう亡者と話せてるっていう状態ですあー、そうなんだ、うん、こんなとこで死んだんだこれかかわいそうだなよし、あさんあと3回転です謎解きですよ5はい5はいこっちやな、向こうじゃないおいおい完璧です私の推理が完璧です和田が完璧みたいなありがとうございますお察しします古畑ですありがとうございますやべし蹴っているわ蹴ってあいつがいるあいつがタコよしおいあほらいるあいつがこうやっているんだねよしおいよし一戦で敵を倒すと回復のあれもね出してくれるあそうなんだ回復の魂へえやばいよやばいめっちゃ食らってるよその一撃はずるいなすまんいいね仕方がないのだまあな倒しちゃえばいいからなおり落ちてるよ本がほらほらまあいらないんだけどね見ないしいらないものをそんな丁寧な解説しないしいらないものを見つけちゃったまたこいつじゃあスルーさせて永遠でもそうだね分かるでしょ、うん、これはすごいこの気持ち分かるこれは分かるわアンダースタンドだこれはねえやべあ今いけた弾き捨ていけた蹴って蹴ってよしいいねこれ一回倒してさ敵をうんフィールドチェンジしたらまた出てくるんだねなんか一定量ねここで、うん、またあいつ出てくるんですよやりダメですかなあ、木下藤吉郎木下藤吉郎はいはいはい誰かに似てないかないですなあなたはまだ現場のこと誰かに似てるよ、ね、知らないのだ俳優の地の底にいる2の鬼武者の主人公は松田優作がモデルじゃんああそうなんだそうおやばいじゃん儀式の邪魔をする様之助殿には地獄の苦しみを楽しんで味わっていただきたい懐かしいコナンの元太の声あ、コナンの元太ね、はい、え、何の元太だと思ったのあの、なんだっけあそういうことね、分かったわ OKOK I know, I know I know, I know You know? I know ここで、うん、あの、女の子にキャラが切り替わりますあー、そうなんだ、うんめっちゃ悪いやつめっちゃ悪いあ、ほんとだ様之助、何か分かった持ってたのどういうことあれあ何するんだ離せあ、え、あ、え、え、この展開はそんなの、すっげまあ、そういうことだよね偽物ってこと玄馬は姿変えれるからさあえ、これラスボスは織田の長なのまだまだ青いですなワンは違うあ、そうなんうんやばいよやばいですぬわここからくの一パートがへぇー楓パートが始まりますよ実際お腹パンチされて気絶すんのかねやっぱ水持ち入ったら来るんだな
苦しいのわかるけど。夢丸。で、じゃあ先に言っとくけど。言っちゃう？言っとくけど、うん、彼女はね、うん、一線がないの。できなかったんじゃん。大丈夫。サクサクできないじゃん。ということで、うん、全スルーさせていただきます。よろしくお願いいたします。鬼武者なのに、アクションゲームなのに、ね。鬼武者はスルーが基本なのよ。そうなんですね。じゃあ変な話、ボス以外の雑魚全部スルーでいいと思う。そう、でもね、こう、特殊なね、モーションもあるんですよ。あ、ごめん。あ、ゲージがないんだ、確かに。下の HP の。あとね、あ、どうやんだっけ？え？お。あ、これだ。え？これ。これ一線？今ね、まあ、一線のモーションみたいなもんだよね。動きがちょっと怪しいよ、ちょっとね。ねえ、ちょっとぎこちないよ、動きが。動きがめちゃくちゃぎこちないけど、大丈夫？これスルーさせていただきます。スルーするんかい。申し訳ない。どんどんスルーしてきた。だからこれね、戦っても本当意味ないのよ。あ、魂も出ないし。あ、そっかそっかそっか。めっちゃできるけど。ちょちょちょ、確かにこの悪いけど、どうする。女の子ときついね。あの、ここまた後であいつサマノスケでも来るから、うん、宝箱とかもスルーする。はいはい、なるほど。おお。今のやばい、やばい、やばいね。今のやばかったよね。不意の一撃だった。ちょ怖いから回復させて。そうだね。危ないね。お、仲間が戦ってるよ。助けよう、助けよう。大事、仲間は大事よ。 OK、 いいね。いいです。早速だね。やっぱこの女の子もこんな担当で頑張れるね。そうなのよ。勇気あるわ。でしょ。うん、本当に。とっとく地図保存させてん。これセーブのこの時に体力回復しないんだ。しない。なるほど。だからね、結構ね、一戦ってまあそれなりの技だけど、うん、結構必須だよ。必須テクニック。あ、一戦しないと、あの黄色い魂の回復する魂出ない、出にくいから。そっかそっか。そう、アイテムも限られてるから。そう、なんか宿屋とかないの、そういう体力を回復。ない、全部薬草。それはむずいね。そう、なるほどね。むずいんですよ。引きます。ね、うん、あれが今アイテムが足りてないんで、うん、引いてもダメです。なるほど。アイテムを取りに行きます。こっちです。行きましょう。ここです。全部熟知してる。いっちゃう。今引く。火のタイミング。タイミング関係あるんですか。え、あ、あ、危な、危な、アップ、あー、閉まっちゃった。あ、そういうことなんだ。っていう、はいはいはい。ちょっと今茶番をやってみました。なるほどね。どうですか。いいっすね。いい茶番だと思うよ。でしょ。うん。ここね、ここだ。はい、オッケー。今だね。完全に。俺も分かってた。ねえ、今だよね。シンクロした。危ねえ。危ねえ。よし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 。徳川のあれじゃないこれ。ね。お、気づいた。徳川の面白い。でしょ。気づくよ。すぐ気づいちゃうからね、俺。あ、またこれもタイミング。徳川かな。え、違う。家紋違う。火大丈夫。火大丈夫。火も出ない。拷問所なんかね、今のところ。あれ？俺なんか間違ったかな。え？あ、ごめん、一個間違えました。え？間違えた。間違った。一個スルーしちゃった。取り忘れ？一個道にスルーしちゃった。スルーしすぎだよ、さすがに。それはそれはね、スルーしすぎだよ。ごめん。ここ、
ここをスルーしてた、ね、俺もそう思ってたわやっぱりずるくない？なんかドアなんかタイガースルーしたなと思ってさずるいなちょっとずるいんだまだまあ、これわかんないですごめんなさいあ、死んでる人が死んでるこいつだこれ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 ね、うん、さっきのあの紐を引っ張るとかあーあったねわーどこだっけまた出てくる敵がお、区内いいね区内は何で使うんだえ使えないのごめん、区内の使い方がわかんないまあまあまあ一緒こっちだねこっちねうん俺も分かってきたありがとう助かるわうん覚えてる場所覚えてる結構この道を覚える能力結構高いんだよねおー初期アビリティだと思うこれ初期アビリティだね初期アビリティ探索能力高いよあっじゃああれだジョブで言うとんあれだねあれ盗賊犬、盗賊だ、ね、盗賊だね、そうだね足速いしな足速いしごめん、間違えました絡まってないよ、歯車が、うん、アイテムだったごめんまあいいでしょクナ40本もあったけど嘘マジで武装のところ、左行ってほら本当だ投げるんだ使おうあ、装備できんのかないや、三角だわあああれどうだっけ食べるの食べるの、うん、失礼ハマったねハマりました引きましためっちゃハマってるわだいたい隠し扉って書庫だよね図書館ってなんでなんだろうやっぱり今ホマったよ分かってますってここにもあるしね本取んなくていいのよこれはそうなのいらないのいらないのよそうなの本あったあったよどこにあるのさっき撮った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 あ、撮った、うん、あ、そう、うん、ね、どこにあるでしょうかえ、あ、わかるやつあ、わかったすぐはわかるわかるってタイガーすぐ見つけちゃうもんねパトロールよ、和田パトロールですよ和田パトロールが働いてますからこっちですか違いますよね違いました厳しいな厳しいよまだパトロール厳しいんださっき言ったようなそこにねでかいやつが不意の一撃を、うん、あれずるくないカメラワーク的にさこれ聞こえなかった違うんですさっきあの歯車を持ってた死体のあるところに、うん、あの金と銀のカップルを、うん、こっちねはめ込むところがあるんですよはいはいはい敵出てくるね来ない使ういや逃げよサクサク行こうあったよし2発強い強いじゃん2発だね2発って強いじゃんね強いねだいぶ強いあここですはいはいはいこっちにほらこっちに徳川じゃん本当に紋章か違うか詳しくない俺も詳しくない金さん銀さんねはいはいはい来ました来ましたオープンザドアここでもうすぐ沢之助ここに行くんですはいではいいいね軽快だねこれこれをどうしても取り入れられないんです。はい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 。1がここにあって8がここにあるから、こうだね、まず。そうだね。で、そうだね。で、そうだね。そうだね。はい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 。すぐ分かっちゃうの、もう。パズルすぐ分かっちゃうの、もう。が武器。バチ。これ強いんです。おぉ。だいぶ強い。ほら、もう。もうほら。もう強いわ。ほら。ね、ほら赤く光ってるもんだって赤いもんね赤いって強いもんね赤いって強い大体強いもんそうなのか大体強いん次はあらあらごめん刺激じゃないあっちにこの奥にアイテムあるんだけど、うん、あの薬草とかだからスルスルいいねそうしよう、うん、
サクサク行こう。サクサク。あれ、また。なんかそうそう近いんじゃない？うん。サマノスケが。ボスというか、あ、一応この、カエデパート終わり、ここで。へぇ。そこの人。え？さっき。あ、雪姫。これが雪姫？ちょっと待ってて。雪姫。1話で触ら、さ、さ、さらわれた。さらわれた雪姫です。一応ヒロインって感じなの？ヒロイン。うーん。雪姫を助ける旅だね。ああ、そうなんだね。手紙に書いてきたことがある。なんか、カエデ可愛いよね。いや、くのいちの方。カエデね。あ、そう、カエデの方。何はここで死んだよ、ケイ。ポーチューさんじゃない？雪姫様！雪姫様！雪姫様！来るよ。ボス来るよ。来る？行きます。まあ、ボスじゃないんだけどね。一応カエデパートの、こいつ雑魚的に出てくるんだけど、うん、カエデパートのボス。ああ、クナイ使おうよ、クナイ。あ、使おう、使おう。これはひどい。絵面がひどいよ。話。いや、いいよ、いいよ。使っちゃうよ、クナイ。せっかく武器取ったんだから。あ、確かにそうだね。こいつ透明になるんですよ。くな、くな、絵面がひどいな。滑稽だわ、マジで。めちゃくちゃ滑稽だわ。で、これで楓パート終わって、うん、サノノスケに戻ります。かわいい、かわいいね。かわいい。まあね、ポニーテールが最強な気がするんだよね、結局。あ、結局それは一理あるな。でしょ、俺のミンゴルのあの作ったキャラもあれでしょ、あのあれでしょ、ポニーテールでしょ。ポニーテール最強なんだよ。あ、でもね、サモノスケもポニーテールでしょ。最強なのこれ。ポニーテールほら、これポニーテールだよ、これ。これポニーテールですか。ポニーテールだよ。あ、そうっすか。はい、ポニーテールですよ、これは。あ、まあ、確かにな、ポニーテール可愛いでしょ、サモノスケも。可愛いけどさ、セーブしとく？うん、大事。セーブせずにボス行っちゃって負けて、なんかその前のせやねん。ね、鬼武者は特になんですよね。そうやね、特にオートセーブとかないから。おっ、レベル上がった。マックスです。あざーす。あざーす。ありがとうございます。疾風刀あげないの？疾風刀だけ弱いんだ俺はね。うん、ライザン刀が好きなんですよ。でもライザン刀、あ、かっこいい。ライザン刀ね。ライザン刀が一番かっこいいんだ。シデンも雷じゃない？どっちも買わねえの？ライザンと試練。試練をあげると、うん、まあ、あの、道にあるドアが開くようになったり。あー、なるほどね。あと、必殺技が強くなる。あ、そういうことなんだ。そう。あ、なんか来たね。まださっきのやつね。さっきのやつで。分かってました。ほら。あ、こいつか。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。いや、さっきのほら、さらってた。ほら、もう、瞳孔開いてるもん。怖いわ。お互い瞳孔開いてる。バンバン使う。こいつやる。よし、いけ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 。あー、こいつの倒し方はね、うん、ね、ガードしてると蹴ってくるから。なるほど。ダメなんですよ、これ。これは当てんの？うん、これはね、切る。切るんだ、やばいよ。ごめん。だいぶまずい。まずい。間合い大事よ、間合い。やっぱり、こういう間合い大事よ、タイガさん。間合いが。ダメだ、死ぬ。使わせてくれ。間合い大事よ。いいよ、いいよ。いいよ。落ち着こう、落ち着こう。どうした？どうした？タイガさん。すいません。タイガさん。こいつ、あれ、ちょっと待って。え、使っちゃう？どうする？使う。ちょっとちょっと、あ、ガードだったかな。あれ、ガードは、あの、うん、あの弾き返したやつを、うん、あいつに当てるんじゃなかったかなと思って。違うと思うよ、多分。なんか違うね。うん、もう違うと思う。
見ててわかるよ。おそらく違う、ね、これ跳ね返って青いのが出てきて、うん、必殺技で倒せっていうことですか、うん、そういうことなんですね。はい、そういうことですね。何を苦戦したの。ごめん、なんか瞳孔開きっぱなしだわ、こいつ。あ、なんか進みます。はい、よし、ではまた次回。そうだね、お会いしましょう。それではさよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。